ちょっと脂っこいが癖になりそうだ。なんて言うんだっけ？ピザにございます。ピザ、面白いネーミングだね。ビルス様、やはり彼らにあそこは早すぎやしませんか？いいんだよ、あいつらは追い込めば追い込むほど強くなるタイプだからね。どうせなら早く強くなってもらわないと遊び相手にもならないしね。なるほどな。気を高めた上で漏らさずコントロールすれば動けるのか。そっか、さすがベジータだ。へえ、やっと動けるようになったぞ。でもこれきついね。こいつは神の木ってやつか。凄まじいプレッシャーだな。おいカカロット、ここはあそこに似てないか？この暑くて息苦しい感じは間違いねえ。ここは精神と時の部屋にそっくりだ。くぅ、ビル様すげえぞ。最高の修行場所じゃねえか。お、ショータ、どうしたカカロット？ここはきっと時間の流れも違うし出口もねえ。早いとこ精神と時の部屋にあった建物みてえのを探さねえと、オラたち腹減って死んじまうぞ。なんだと？それは大問題じゃないか。くそー、頼りはあの杖だけだ。